アライモータースポーツがカナダ仕様の新車 WRX-MT 車を日本に並行輸入し、販売するとの発表が車好きの間で話題を呼んでいます。日本仕様の WRX-S4 が CVT のみの設定である一方、海外仕様ではマニュアルトランスミッション MT 車も存在しており、 特に日本では MT を求める声が多い状況です。カナダ仕様の WRX は基本的なスタイリングが日本仕様と同様でありながらトランクリッドのエンブレムの違いやリアワイパー非搭載、手引き式のサイドブレーキを採用するなど細かな違いがあります。2024年モデルでは MT 車にもアイサイトが標準搭載され、 プリクラッシュセーフティーやアダプティブクルーズコントロールが使用可能です。カナダでの価格は33,695カナダドル。日本円で約376万円2024年3月21日時点とされていますが、アライモータースポーツでは輸送費や排出ガス試験にかかる費用などを考慮して、 乗り出し価格680万円前後での販売を予定しています。この価格設定は為替レートによる変動や国内陸送費用が別途必要となります。この動きは特に MT を好む車好きや WRX のパフォーマンスを求めるユーザーから注目されています。また日本での販売終了後も 根強い人気を誇るルクスティのファンからも関心が集まっており、日本において MT 社が持つ特別な魅力と、それを求めるユーザーの存在が改めて浮き彫りになっています。アライモータースポーツの取り組みは、グローバルな視点から見た自動車文化の多様性を示すとともに、日本の自動車ファンのニーズに応えるための試みとして、 大きな注目を集めています。